6月14日、担当者の説明にうなずきながら、沖縄返還にまつわる資料を真剣な表情でご覧になった天皇陛下と雅子様。お二人が特別展、公文書でたどる沖縄の日本復帰を鑑賞するために、国立公文書館に行かれました。そして、そこに雅子様が道館を訪問されたことに、胸をなで下ろした方も多かったのではないでしょうか。それは、皇后雅子様の腰のご不調が大変心配だったからです。というのも、腰の調子が良くないという理由で、予定されていた御養蚕行事、初繭掻きを取りやめられたのは、その前のつい6月8日のことだったからです。今回は、皇后雅子様の職業病の現在について、見ていきましょう。ぜひ、最後までご覧ください。御養蚕行事の作業には、腰をかがめる動作なども当然、必要となります。結果的に、それがご負担だったようです。雅子様のご体調については、今回のように、不良な体の部位が明確に公表されるのは大変珍しいことなのだと言います。6月8日の初繭掻きの2日後、6月10日には、侍従次長が宮内庁担当記者たちからの質問に次のように答えるばかりだったと言います。皇后陛下の腰のお痛みにつきましては、だいぶ落ち着かれたようです。ただ女性の体調に関わるお話ですので、どういった症状であるのかなどは、私の方からお伺いすることは控えておりますので、詳しくはわかりませんとするもの。よって、ご不調の原因は明らかにされなかったのです。そして、さらに1週間後の6月16日のこと。侍従次長は、皇后陛下の腰については、完全にお痛みがなくなったわけではないようですとするコメントを出しました。皇室担当記者によると、実は4年前、2018年6月にも、当時皇太子妃だった雅子様の腰のお痛みが公表されているのです。当時、東宮太夫は、車での移動をはじめ、立ったり座ったりする際にお痛みを伴うと説明していました。医師の診断は、腰椎捻挫。しかしこの時も原因は明らかにされず、東宮太夫は、お疲れも溜まっていたと思うが、それが直結しているかはわからないと語っていましたとしています。原因不明の腰の爆弾を抱えられている雅子様。実は、そのような腰や首の不調は、皇后の職業病とも言われているといいます。宮内庁関係者によると、式典などで来賓席に一度座られたら、背筋を伸ばしみじろぎすることもできません。ずっと同じ姿勢を保つことは、腰や首にかなりご負担になっているはずです。また、地方にお出かけになり、地元の人々とお話になる際は、視線を相手に合わせるために腰をかがめられています。皇后さまは東日本大震災の後に避難所なども訪問されましたが、いつも床に膝をつけて、被災者と長時間にわたってお話になっていました。さらに言えば、宮中祭祀も天皇陛下よりご負担が大きいと言われています。天皇陛下の正装は束帯、皇后さまは十二単をお召しになります。皇后さまのおすべらかしのおぐしは、首などに重圧がかかります。と語ります。皇后になられて4年目、58歳の雅子様。58歳というご年齢は、皇后の鬼門なのでしょうか。精神科医によると、雅子様が腰に違和感を覚えられていると伺い、心配しております。実は整形外科の医師から受けたレクチャーによれば、腰の痛みの 70% は原因がわからないというのです。さらに、原因不明の多くの人は、心因性によるのではないかとも指摘していました。確かに厚生労働省の HP でも、ストレスが腰痛を引き起こすメカニズムについて詳細に説明されています。60歳の手前である58歳頃は、自分の人生を振り返り、やり残したこと、やれなかったことなどを思い出し、精神的な苦痛が生じやすい年齢と言われているのです、とするもの。初繭掻きを取りやめられてから、3日後の6月11日、雅子さまは紅葉山御養蚕所に赴かれたのです。お痛みをこらえてのお勤めを心配されたのでしょう。天皇陛下と愛子さまも合流され、作業をご一家で行われました。残念ながら、そこでの詳細は明らかにされていませんが、
雅子さまが声を出して笑われる場面もあったようですね。職業病といわれる腰痛に悩まれる雅子さまにとって、陛下と愛子さまとお過ごしになる唯一の時間が何よりの癒しになっていることなのかもしれません。確かに腰痛は医者に見せても簡単には治りませんね。マッサージ等もその場限りのようなもので、恒久的な対策とは言えません。何十年もの苦しみも、やはり根本的な部分が大事なのかもしれません。方法の一つとしては、ストレッチで完治したという例もあります。毎日、硬くなった筋肉を徹底してほぐして、原因を取り除いた上で、筋肉をバランスよく鍛えれば数ヶ月で結果が出ることもあるようですね。6月といえば、梅雨シーズンです。特に腰に負担がかかるので、十分に気をつけてください。初繭掻きには腰痛のために延期されて、天皇陛下と愛子さまも加わって改めてなさりました。天皇陛下ご一家は本当に仲が良くて嬉しく思います。どこかのご一家も見習ってほしいですね。その後は両陛下お二人でのご公務をしっかりとなされているので大丈夫だと思います。やはり両陛下とも体を張ってやられているのでお疲れもあると思います。これから夏に向けてさらなる厳しい夏が到来いたします。愛子さまも含めまして今後も体調には十分に気をつけてご公務をなされますようにお願い申し上げます。陛下と愛子さまが合流され、雅子さまが声を出して笑われる場面があったとのことですが、それはとても嬉しく感じました。皇后陛下の着席されている時の佇まいは本当に美しく、とても神経と体力を使われておられることと思います。優しい天皇陛下と愛子さまに囲まれて、皇后陛下はお幸せと思います。また、困難な道のりを乗り越えられ、世界に誇れる方と感じます。一般人でも還暦前後になれば、たとえ健康な人でも、何かしら身体の不調は出てくるのではないでしょうか。天皇家が信頼し合い、仲睦まじいご様子ですから、多くの国民も安心して拝見できるのではないでしょうか。ご公務に関しても、感染症の影響で、天皇ご一家は本当に国民の気持ちを思い、配慮なさっていると感じています。また、そのような時に、雅子さまのお出ましのお姿を拝見すると、4から5センチメートル程度のヒールの靴を履いておられることが多いようです。ヒールの高さを低くするなど、心因性腰痛の可能性もあると存じますが、物理的な負担を取り除き、お身体優先にされていただきたいと存じます。皇后である前に、まず、一人の人間です。声を出して笑いたい時も、腰が痛ければ、式典中でも身動きしたい時もあるのです。腰椎を捻挫してまで、辛い痛みをこらえてまで、皇后という職務をこなされている雅子さまには、尊敬の念しかありません。天皇皇后両陛下と敬宮愛子内親王殿下は、国民にとって非常に大切な、かけがえのない存在です。ご一家のご健勝をお祈り申し上げます。最後までご視聴ありがとうございました。今回は以上となります。あなたの感想をコメントでお寄せください。この動画に対して、いいねボタンでの評価をいただけると嬉しいです。これからも皇室に関する動画をお伝えしていきますので、動画を見逃さないようにチャンネルの登録をお待ちしています。それでは、また会いましょう。